崎競馬第11競走メインレースを迎えました。大志オープン距離 1600m、 1番時のエクセレント、出走を取り消してこの競走10頭で争われます。地方交流競走ですが、今回は南関東所属馬のみで争われます。枠入り進んで11番インフォーマー10頭目、最後にゲートへと誘導されます。11番のインフォーマー、ゲートへと収まって10頭ゲートに揃いました。スタートしました。内から2番ラブミー君、ラブミー君が主導権を握っていきそうです。5番のストロングハート、今2番手、直後当番アポロナイスジャブ、内を通っては7番シャドウチェイサー、3番レッドソロモン、後位集団固まりまして、外目から近づいてくる9番のゴールデンバローズ、1馬身半2馬身開いて11番のインフォーマー、内馬8番代々木マック、1コーナーカーブに入ります。後ろ2頭は6番シグナルプロシード、内を通って4番ツインクルソード、前は 1,2 コーナー中間残り1000の標識通過、先手2番ラブミー君、リードは1馬身半、5番ストロングハートが2番手、1馬身半差、3番手4番手は並んで、3番レッドソロモン、当番アポロナイスジャブ向こう上面、2馬身後方前から5頭目9番ゴールデンバローズ、少し内に入れていきました。その後方11番のインフォーマー続いています。内目は7番シャドウチェイサー、後方のグループに8番代々木マック、並んでいった6番シグナルプロシード、4番ツインクルソードしんがりを追走しています。前は3コーナー、少し下がったのは6番シグナルプロシード、前は3コーナーに入って先頭2番ラブミー君、並んで5番のストロングハート、400の標識を通過、外に出して追い上げる9番ゴールデンバローズ、外側から前に接近、内には3番レッドソロモン、前4頭固まって4コーナーから直線、逃げる2番ラブミー君、迫ってくるのは9番のゴールデンバローズ、2番手からじわじわ差を詰めてきた、3番手以下はやや離れまして、内3番レッドソロモン、並んで5番ストロングハート、さらには11番のインフォーマー、前は並んでくる2番ラブミー君を外から捉えた9番のゴールデンバローズが先頭で合輪。9番のゴールデンバローズ、逃げた2番ラブミー君を捉えました。南関東転入初戦を白星で飾りました9番のゴールデンバローズ、鞍上は吉原弘人騎手、2番ラブミー君、逃げ切りを図りましたが2番手、3番手争い3番レッドソロモンと5番ストロングハート並んで接戦、あとは11番インフォーマー続いています。なお道中で6番シグナルプロシード競争を中止しています。9番のゴールデンバローズが逃げた2番ラブミー君を差し切りました。9番ゴールデンバローズ勝って2番ラブミー君2番手、3番手争いは3番レッドソロモン、5番ストロングハート、2頭並んで接戦です。勝ち馬の確定まで投票権は大切にお持ちください。第11競走でした。川崎競馬第12レースの騎手変更をお知らせいたします。1番大ちゃん号騎乗の小杉亮騎手は張田明騎手に、2番はやぶさ侍号騎乗の真島大輔騎手は重田健一騎手に、7番レッドラトナ号騎乗の三越明夫騎手は秋元康生騎手に、また8番氷見のブリランテ号騎乗の滝川樹也騎手は森太斗騎手にそれぞれ変更となりました。1番大ちゃん号騎乗の小杉亮騎手は張田明騎手に、2番はやぶさ侍号騎乗の真島大輔騎手は重田健一騎手に、7番レッドラトナ号騎乗の三越明夫騎手は秋元康生騎手に、また8番氷見のブリランテ号騎乗の滝川樹也騎手は森太斗騎手にそれぞれ変更となりましたのでご了承ください。